時刻は9時30分を回りました。そのような本当の輪の時間です。皆様、今日もよろしくお願いします。えー、皆様、チャンアガン中にしてますでしょうか。今週も東京から W.O.East の芳雄、えー、さんが来てくれています。おはようございます。よろしくお願いします。今週、はい、もよろしくお願いします。芳雄さんはいかがですか。最近は相変わらず健康な。 毎日で、ね、おかげさまで本当に健康な毎日を送ってあの先週はシンガポールに行ったりとかし,<あ>してきましてねもうこの水素ボトルの,、まあ、の水素もそうなんですけどちょっと遊びに F1 <laughs> 見に行ったりとかして、ね、<laughs> あいいですね <laughs> してきましてあいいですね <laughs>、はい、そういう場合はやっぱり持っていくんですか持っていく<の>もちろん持っていきますもう持たないと持っていかないと体があ<ー>もうよこせよこせってなりますから、ね、はいはいはい

ええとですね今日あの補助さんのお誘いにさせていただいてありがとうございますありがとうございますはいよろしくお願いしますお願いしますこれ今着てらっしゃるの仮流シなんですかはい仮流シで<ー>ちょっとですねいつもワイシャツをつけての接客なんですけどちょっとお昼とかこういう動く時にちょっと仮流シ一着二着か持ってた方がいいよっていうので、うん、のはいちょっと一着買わせていただいてます仮流シってよくあの僕らみたいなこの 外の人たちってアロハとかりゆしの区別がつかないんですけどやっぱりこう独特なこういう折った感じの、ね、アロハってもうちょい派手ですよねもうちょっと派手ですね派手ででやっぱなんていうんですかねこの「かりゆしウェア」って言ったらやっぱ民謡とか。 とかそういったのを取り入れてやっぱ生地とかもこだわってるところは結構こだわっててありますよねご主によって結構いい値段するとか結構いい値段しますねしますよねちょっとこうワンポイントだけピュッて入ってる重さが入ってるだけでも結構はいいい値段しますねうんいいいろんなねまた技法も使われてるのも多いですからねはいさあそんな近藤さんはいえと飲食と言いましたが何をされてるんですか キャバクラの運営で運営ソフとしてはいやらしていただいてます。あそれでワイシャツで、いつも接客をさせていただいてますね。すごいキャバクラのあのいわゆるボーイさんはいそうです。がこうラジオに出るってなかなかない機会なんですけど今日めったにない機会ですのでぜひっていうことで包丁さんに楽しんでってください。はいもう今すごい緊張してますのでよろしくお願いします。はい北条さん行きつけの あのね、お世話になってる方が経営してらっしゃるのでお邪魔したりもするお客様と、ね、一緒に行ったりとかさせてもらってます、うんはい、は,いはい。はい、このドクター水素ボトルとの,その接点みたいなのはあるんですか、まあ、オーナーさんとか社長さんとか、はい、やっぱり近しい人も含めていっぱい勧めて販売していただいたりまして大変お世話になってましてね。うであの違う店舗であの なんだっけ焼き肉屋さんもね韓国風の焼き肉をさ,されているので,ああそ,で、ね、そこの2階であの説明会なんかもやらせてもらうことがあるんですねでそこで次々こういろんな方お越しいただいて説明してたりん、はい、そんな中でねあのお越しいただいて水素、はい、も使ってもらったりそれから会社としては今モリンガを仕掛けてますのでね 結構焼肉とかキャバクラとかいろいろ出るらしいんですけど今回は健康を目的にいろいろ事業を進めていってる形になりますね、うん、今はモリンガというもので力入れてて、はい、ここも、はい、ちょっと毎日飲んでますねあ飲んでいる、はい、近藤さんもはいちょっとまあ年齢まだ30なんですけど、うん、やっぱちょっと30になると健康やっぱ一番考えてきますね <laughs> だんだんね無茶できなくなってくる、ねはい、本当に 眠れなくなくったりとか食欲がちょっと落ちてきてるとか<ー>記憶欲が落ちてるとかでちょっとあやっぱ健康考えないとなっていうのがあってまあ今寝る前にオリンガを飲んでますねリラックス効果があるっていうので結構それでやっぱり眠れたりするんですかあそうですね前はもう本当にちょっと民在に頼ったりとかへえそんなにひどかったんだ、はい 寝なきゃなんないですもんね。しかも夜の仕事だからなかなかリズムがね。ねだって朝までお仕事をされて、うん、帰ってきてなんやかんややったらもうあっという間にお昼が迫ってくるわけですよね。それでそこから無理でも寝て夜に備えないともうもう体力が持たないよねでね。翌日持たないですもんね。はい、うんう朝日が昇ってる時に僕たちは寝るので。<laughs> はいはいはい。そうですよね。もう明るいうちに寝ないとということで。 でちっとモリンガ飲んでちょっとリラックスしてからそしたらすっていう風に眠れにつけるような、うん、言いい形<ー>よ,よくねモリンガは栄養素で語られますけど、はい、あのあれなんです睡眠にももうプラスなんですね、はい、起きていくんであとやっぱあのー、通常で飲むと便通とかもよくなって結構いい効果が挙げられますねはいは,は,は,はいはいはいさっきもね山内さんと話してたんですけど、はい 便通で腸ってものすごく体にとっては大切なあの臓器でね意外と腸ってないがしろにされるんですけど血液を作るのも腸だしあのまあね骨髄で作るっていうことももちろんあるんですけど腸の中でも小腸で作るっていうことを最近言われ始めてすごい注目されていてですから腸を大事にしないと体がどんどん乱れていくんですよね。ももちろん睡眠も大事だし でまあ、例えば水素だったら腸にどうアプローチするかというと腸の血流を良くして腸を動かすということをするんですけどもモリンガの場合もねやっぱりどういうメカニズムかであの腸がすっきりして、はい、で便通もしっきりすればねうん、うん、健康につながってきますね近藤さん自身も,もうモリンガを結構飲まれているということで実は愛用してますね。最初は半信半信疑でしたけども <laughs>、はい でも本当おいしいですよね、うん、飲みやすくてもすぐ効果が得られるので、うん、全然いいです進めすめますね昨日も私ねあの琉球ヒートさんに伺った時にあのモリンガのジュースの方を飲ませて頂い,いてはい、はい、ずっと焼肉食べてましたけど、うん、朝からもうごっつり出ましたね弁通 <laughs> <laughs> いいですうんなんか二日酔いにも効くみたいなそうですね二<酒>日酔いで言ったら あのハイボール僕ちょっと好きですねハイボールでちょっと混ぜると次の二日酔いとかが結構ないですね僕もひどい方なんですけど結構いい形に目覚めてくれますねへえモリンガハイボールはい普通にハイボール作って少し足す入れるだけでも結構変わりますあそうなんですか味はそんなに変わらなさそうだけど味はそうですねモリンガに近いですかねどっかていったらはいはいはい まあ、とにかく飲みやすすいですよね、うん、あの,他のモリンガ今日もね祇ノアンマルシェとか行ったらやっぱいっぱいあのモリンガ売ってましたけど試しに買ってみたんですけど、ねうん、飲みやすいんですよここのモリンガってああ<ー>だからすごいこうスーッと飲めちゃうね、はい、アリンガモリンガはいはいはいでいつもねピッチャーでお願いしてピッチャーで持ってきてもらって <laughs> それみんなでねガーってこうピッチャーで飲んでえすごいそうお店行って

素晴らしい。でもこれ、脳のあれとも関係してくるんじゃ。ないですか血流が良くなってんでしょうね。うん、今の話を総合すると。うん、でね、あの会長さんなんかも。糖がすごく下がったって言ってましたよね、えー。そうなんですね。何、うん、が飲むようになって。糖も下がっていいですよね。糖尿病多いし、今。うん、あ,あ、そうなんですか。糖とか、ええー、血圧とか、生活習慣予防にも。効くって聞くんだ。うん。 おおすすすすすめめではありますね例えばあの糖血圧か血圧を下げたいと思って、はい、あのカリウムを例えば取りましょうって言ってバナナ食べる人いるんですけどはい、はい、バナナはまあすごくいいあの栄養素の食べ物なんですけれども、はい、糖尿の人がバナナ食べると糖は上がっちゃうんですよね。ねカリウムだけ取れないのかってよく聞かれるんですよ、うん、栄養素で言ったら。はい その時にモリンガもね、あのカリム含んでるんで、あ<ー>だからあのバナ,ナで、ま、毎日バナナを食べるよりはモリンガ一杯ずつ飲んだ方が、うん、あの血圧が下がって糖も上がらないっていうことでいいですよなんて話をよくしてますね。なるほど、えー、そんなモリンガですが、C.M. の後もうちろんお話を伺っていきます。それでは一旦 C.M. でーす。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e a s t 株式会社電話番号0335272211はいえー、嘘のような本当の話でございます今日もえー北条さんよろしくお願いします、はい、よそしてえっ、ー、と近藤さんはい よろししくお願いしますさあ前半はモリンガの話でやっぱモリンガもすごいえー、といろんな,なんていうんですかね健康にいい食材食品そうですねスーパーフードです、ねはい、スーパーフードということなんですがえっ、ー、とドクター水素ボトルと組み合わせると最強じゃないかという話がう、ねはい、ちらほら聞こえてきますが本当にあにいい栄養素を をもちろんこう普通に取ることもいいんですけど水素は体中の血管を開いて、はい、末梢まで届けてくれるっていうことがあるのでやっぱりあのモリンガといい栄養素のモリンガを水素吸いながら取ってもらうと効果が何倍も強く出るんですよはい、はい、それでおすすめしてますねなるほどで近藤さん自身もドクター水素ボトルを愛用されているということで、はい、そうですねありがとうございます、はい ちょっと僕の体験談の一つとして、はい、今子供たちと一緒に週1回走るようにしてるんですけど長男と次女がいてで長男が小学校6年生次女が4年生で,で次女の方はもう運動の方はできるんですけど長男の方がもうなかなか。 もう家でゴロゴロしたりとかで <laughs> 日曜日のお父さんかなっていうぐらいもう結構ちょっとどうにか運動をさせたいなっていうので一緒に走ろうということだで走ってるんですかあそうですそそううす週に一回僕が日曜日仕事終わった後に早く起きて走るようになったんですけど、はい、やっぱ、えー、1回目走った時長女やっぱ1キロをまず目標で走ったんですけど。はい 長女はやっぱ止まらずに走り切れたんで,、はい、で長男の方がもう止まったり歩いたり止まったり歩いたりの繰り返しどうにか1キロって形で行ってみてちょっと早く結果をんていうんですか出させてなんか楽しむっていう形にしたいなっていうので一回水素、はい、走る前に10分だけ吸わ<ー>、はい、していざ走ってみたら止まらずに1キロ走れていやすごい、はい、素晴らしいもう子どもたちと喜んで。 ああすごい柱だよというふうにやって、まあ、10分だけで、はい、10分だけでも結局分りますよね、えー、すごいこれ子供だから10分でも効果が上がりやすいとかあるんですか <laughs> まあ,あの個体がまず小さいので効果出やすいことは一つあります、うんはい、それから VO2MAX っていう値があるんですけど、はい、これあの高橋直子さんが <laughs> 高地トレーニングって高度 2,000m の山の上で過ごして、うん、3か月過ごしたら 体の中に溜めておける酸素の量が8.6%増えましたってこういうトレーニングがあるんですね、えー、はいはいはいでも3ヶ月かけてずっと2 0 0 0ルの山の上なんて、うん、1,000人じゃないけどよほどのスポーツアスリートじゃないとできないし <laughs> あと2 0 0 0ルの山の上で暮らすわけですからコンビニないし、はい、うん大変ということはものすごいお金もかかるんですね、はい、で高山病になって死んじゃう人も年に3人ぐらいいるんですけど、えー でそれで出てきた8.6%っていう値が伸びたことで金メダルを取ったわけですね彼女<ー>で水素だったらどうなるだろうかっていうことで実験をしてみたんですはい <coughs> そしたらなんとですねその2倍から4倍の効果が<ー>たった30分するだけで出てしまったたった1回、えー、すご 1> 何にもしたことない人に30分さしてはい走ってってやったらうんかあの体に溜めとける VO2 マックスが。 実験したいろんな人たちがいるんですけど一番少ない人でも2倍 2> <ー>多い人だと4倍コーストレーニングのに対して効果が出てしまったと<ー>、まあ、つまり、あのー、お兄ちゃんがなかなかこう息が続かなくて走れなかったのが息が続くようになるっていうことで、まあ、水泳も長距離のランニングも。 vo マックスってものすごい体にはうんあの密接な数字なんですよ、これが上がるので、吸っていただいて走るとそういうことが起こると、あなるほどこういうことなんですね,ねあ。確かに長男もあれでしたね、もうなんかあんまり息が切れなかったって言って、それで走れたとは言ってましたね。イ走れてて、うん、だかららねタイムがね1割ぐらい上ががっちゃう方が多くて、えーあの 気が付いてみていつもと同じように走ってるのにタイムが1割変わりますっていうのを大体皆さんおっしゃるんですよね、うん、それぐらいこうスイスイ体が普通に動いちゃうっていうああそういう効果があったんですねそうなんです,よすごいであと走る時に活性酸素がいっぱい出るので、ね、その活性酸素を片っ端から水素はあの水に変えてしまうので、うん、そうすると体が重だるくなるあのよく筋肉痛だと思っているあの体のだるさつらさはいはい、はい あれはあのいわゆるその昔はよく乳酸がたまるなんて言ってましたけど今ね乳酸たまるって言わないんですよ。あの乳酸悪者のように語られていたんですけど、はい、あの水泳のね金メダリストもね乳酸がたまらないトレーニングをしてますっていうちょっと前まで言ってたんですけどこれ間違いで、うんえー、乳酸は体が疲れたその人の体を。 修復するためのエネルギー、えー、これを体が用意してどんどん作ってるんですね。大事なんだでただ疲れてくるとそれが多くなってくるから乳酸が体に悪さをしているって思われていたんですけどよくよく調べてみたら体を疲れさせていたのは活性酸素、えー、でその活性酸素を水素は消すので体が疲れたっていうことにならないで。 で乳酸は逆にエネルギーになるので、うん、そのエネルギーを水素が火をつけて燃やすのでパワーが出て、えー、疲れずに力が出るっていうことでタイムが1割速早くなると<ー>こういういこことなんですねこれもエビデンスとも言んれることですごい。取ってますでこれでこれをご覧になった、はいまあ、例えば箱根駅伝だったら7割のチームがうちのお客様。<laughs> 今回、業務用も発売して今年ですの年末か年始ですよね、箱根駅でありますけどそれに向けて業務用を買いましたっていうチームが数チーム出てきているのでまたこれが勢力図が変わるんじゃないかなと思って僕らは楽しみに言わないでくださいって言われてるから言わないですけどみんな必死ですよ、タイムを上げようと思って。 あのー、まあ僕もフットサルやってるんですけど、やっぱやる前にするとなんか調子いいんですよね。はい、疲れる具合も違ってきますよね。違うし、うん、その反射神経が良くなる感じがします。あ,あのー、反射神経それから動体視力も良くなるんですよ。あやっぱり。はい。だからあのー、ソフトボールの女子の日本代表は全員使ってるんですけどね。<ー>監督もコーチも使ってるんですけど、<laughs> やっぱりねあの。 こ日本代表ですから。そう、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 金メダルと、この前ワールドカップで優勝しました。みんな使ってんですよ。ええ、すごいですね。はい、で、最初に彼女たちが言ったのは、今まで打てなかったスピードの球が打ち返せるようになりましたって言い出したんです。やっぱり。だ、動体視力が変わってるんです。反応速度も、体の神経の反応速度も変わってるんです。彼女たちの率直な意見はそれだったんですね。だから、まあ。 そういうい意味で、ね、すごい体が反応が変わるっていうのは山下さんの感じられていることもその通りだと思いますねあの本当ねその活性酸素を消すっていうのは分かるとしても、うん、ね神経の,その伝達速度まで変わってるっていうのは、うん、そりゃすごいですよね。 はいという感じで一旦 CM の後まだちょっと、あのー、水素ボトルの話をしていいきたいと思います頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号033527221 はいそのような本当の話でございますさあ今日は、えー、近藤さん来ていただいておりますはい、はい、でもちろんこの方もです、うん、WO イ、e、ストの補助さんですはいお世話になりますよろしくお願いします,いますさて、えー、ドクタースイストねかなりスポーツの面でもいいということでお話ししてきましたが近藤さん他に何かこのありますこの 効果とといいうかここんなな起きたたよみたいなえそうですねあのー、仕事柄やっぱお酒がある仕事ですので、はいはい、やっぱりお客様とかに一緒に乾杯しようよとかでお酒飲む場面が結構多々あってですねその時にやっぱ水素活用してますねあの仕事終わりとかで吸ってですね結構さっきもモリンガの話で二日酔いがひどいということですねモリンガとあと水素も。はい 愛用しててでですすねねやっぱ次の日楽だるさというかそういったのがもう軽減されてて次の日が一番いいですねあの飲みすぎると体の中に毒素が出てくるんですけどそれが水素がうまく分解を進めてくれるんですけども,、はい、もう私もねちょっとこれやっちまったかなみたいなのが <laughs> あるわけですよ特に沖縄来るとね, <laughs> ね3時ぐらいから次行くぞとかいう声が出たりするんですよね沖縄と冬の。 でその時に翌朝やっぱり朝一番ですよね水素吸いまくっといてそれとか寝る前寝る前に10分でも吸ってもらうだけで全然違う,う全然はい変わります,ですよあ寄って短時間でもいいんですよ面倒くさいんですけど、うん、そのあと寝たいんですけど10分だけ水素吸ってもらうんですそれだけでも全然違いますええー、なるほどこれでも森がもう飲んでてさらに寝る前に ドクター水素ボトルスーテンも,うににうもう最,最強ですね。<laughs> ドクター水素ボトル自体も結構このなんていうのかなリラックス効果あるじゃないですか。眠くなりますよね,ね。爆睡できますからね。モ、うん、リンガーとすごく相性いいはずです。すごいじゃあ,あの今ねまだ三十歳っておっしゃってましたけど三十、はい、代から僕逆に知りたかったですね。<laughs> 20代の頃の元気を戻して,てい、ね、<laughs> 気持ちが大きいですね。<laughs> もうねだけどね不思議なのは私ね自分が50歳の時に水素吸い始めたんですよ。でね一番びっくりしたのはお休みの日に横になってこう頬杖ついてテレビ見てたんですよ。はい、でその時に CM になったんですよ。うん、でトイレ行こうと思って、はい その後普通だったらこうおっさんだからよっこいしょって立ち上がるわけですねところが水素吸い始めて確か1ヶ月くらいだったと思うんですけど体があまりにも楽でこう足をこう,うまくこう畳んでポーンってこう体のバネでポンって立ってスタスタってトイレまで歩いていってえっ ちょっと待てよと。<laughs> <laughs> いお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 いと。これ俺20代30代の時にやってた癖だぞと。自分の癖だから体が楽になったら出るわけです昔の癖。はい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 <ー>。おおと思っていつもね「いやー!」とか言いながらね熱 <laughs> <る>死でおっつってたら <laughs> 俺が何「何何体のバネだけで立ってんねん」って話です,、ねえー、すごだからそんなことが 若返りもする,というるうすだから皆さんが水素を吸い始めたら昔の癖が出るようになりましたってよく言うんですよ。それぐらい体が戻っていくので、はい、なるほどそれが面白いですね。いやーすごいですね、えー、そんな水素もすごいのにモリンガで合わすともっとすごいという、ね、いやもう栄養素はいいものを絶対入れた方がいいですよね、はい。話なので、はい、えーっと これはあの琉球ヒートさんでも売っているもちろん売ってます、ね、はいお店でもお店の方でも全然お,お店の宣伝もしておいた方がいいんじゃないそうですかどこのとか<あ>行っておきましょう、はい、ではせっかくですのであの浦添市ぐすくまの、えー、とニュークラブアリーナというところにありますえっと分かりやすくでいうと MS シュタクっていう車屋さんがありますので、はい、そちらの2階の方でやらせていただいてますので。 ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。モリンガの方も出させていただきますので。はい、はい、よろしくお願いします。モリンガ杯があります。はい、モリンガ杯。<laughs> ぜひ試してください。<laughs> モリンガ杯もあるんだすごいいいですね。<laughs> 水素体験はないですけどね。あ <laughs> <laughs>、はい、きャバクイって、ね。そうでね <laughs> 飲。飲みながら水素吸ったらちょっと怖いですけど、ね。<laughs> そうですね。<laughs> うん、どうしたってう <laughs>、うん。でもね、ぜひ、あのー、なでしたっけ。ごめんなさい。お水の,の名前もう一度。はい、えー、ニュークラブ、アリーナ。 ニュークラブアリーナぜひえっ、ー、と1次会は琉球碑といって2次会に、はい、そちらにはいよろしくお願いしますさあそろそろお時間となってきましたそのような本当のは本日もえっ、ー、とお二人ありがとうございましたありがとうございました,ましたぜひですねこの問い合わせとか聞いてですねあのドクターセソボトル ちょっと体験してみたいとか、そういったことがありましたら、お気軽に FM ギナーに問い合わせてください。電話番号が零九八九四三零零九四でございます。北条さんともつなぎますので、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは、皆さん、また来週、さよなら、さよなら、お疲れ様です。